ビクトリア・ルイーゼ・フォン・プロイセンは、ハノーファー王家課長、ブラウン・シュバイク公、エルンスト・アウグストの日。ドイツ皇帝ビィルヘルム2世と、皇后アウグステ・ビクトリアの抜子で、唯一の娘として、ポツダム近郊の大ゲイシミア殿で生まれた。1913年5月14日、ベルリンで、エルンスト・アウグストと結婚した。この結婚式は、第一次世界大戦前に、 各国の王公貴族が最後に一堂に会した非常に華やかなものだったという。一人娘を手放さなければならない母、アウグステ・ビクトリアは、善や寂しさにむせび泣いたと伝えられる。1866年の広島戦争で、オーストリア法について敗れたハノーファー王国は、プロイセン王国に並行され、エルンスト・アウグストの祖父ゲオルク五世は、敗位されていたが、 ホーエンツォレルン家の巫女がハノーファー家に嫁いだことで、両家の対立が解消したとされた。ビクトリアル・イーゼは、ビルヘルム二世の子女のうちでも最も長生きし、1980年にハノーファーで没した。エルンスト・アウグスト三世との間に四男一女を儲けた。夫、エルンスト・アウグスト三世、オルデンブルク大公フリードリヒ・アウグスト二世と、ありがとうございます。